際の経験に基づくお話。自分はかつて英語の先生を5年ほどやっていたことがある。自分のチャンネルでも動画にしたが、こういう生徒が実際にたくさんいた。 I think this person's more erectable than him。 なんでそんなことがわかるんだ。 The earth is very beautiful today。 そこから何が見えてるんだお前は。 If there's standing ovation、Is there sitting ovation? あるわけないだろう。 Oh! Sitting ovation is a thing! 嘘だ。日本人にとって英語というのは難しい言葉だ。英語の先生として難しいのは、生徒がふざけているのか本気なのか全くわからないところだ。先生、ん？どうした？こいつは生徒 A とでも呼ぼう。こいつはふざけてるのが明確の分かりやすい生徒。 F で始まってアックで終わる単語って何ですか？ファイアトラック。うわ、いけないんだ、先生が。すまんの。ちなみにここで、あ、答えはファックかな、なんて言ってしまった次の日には、会議が行われるので、気をつけなければいけない。先生、なんだ？そしてこいつは、生徒 B と呼ぼう。おそらく、英語を勉強したいのだが、勘違いを誘発しまくるタイプの生徒で、I want to be a cook。とか言ってしまう生徒だ。先生 is very arrogant。 なんで俺突然侮辱されてるんだ。エレガントって褒め言葉じゃなかったのか。それは elegant。 先生 is very elegant。 先生 is very arrogant。 バカにしてる。何だったんだ。こんにちは。お、来たか。座っていいよ。失礼します。さて、じゃあ授業開始しようか。 How are you? I'm fine, thank you, and you? Good! What did you do today? I listened to music, and I studied English. Good! 彼は英語を真面目に勉強するタイプ。彼が真面目だからこそ、こっちも真面目に接しなければいけない。ただ、真面目な生徒こそ、こっちから見て、ふざけてるように見える時がある。そしてこのタイプこそが、一番厄介なのだ。そういえば、先生、リスって英語でなんて言うんですか？スクワール。スクワール。それ言えないんですよね。なんだろう、ちょっと口を広げてスクワール。スクワール。こいつふざけてんのか？スクワール。くそ、言えない。不可能。不可能ってなんて言うんですか？インパッシブル。インパッシブル。ん？ブル。もうちょっと口を広げるのか？インパッシブル。ふざけてるだろう。何ですか？あ、いやいや、ちょっとね。あ、そうだな。Do you want to live abroad in the future? Yes, but my English is bad. So it's インパッシブル。なぜ音が増えるんだ。インパッシブル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 。フォーク！未だに、あの生徒はふざけていたのか、定かではない。